ジョゼフ・カントルーブこと本名、マリー・ジョゼフ・カントルーブ・ウド・マラレーは、フランスの作曲家、音楽学者。オーベルニュ民謡に、還元楽法をまとわせた、歌曲集によって、とりわけ巧妙である。オーベルニュ地方の由緒ある家庭に生まれる。4歳半から、ショパンの友人だったアメリーでゼールにピアノを入門。バカロレアを取得した後、ボルドーの銀行に勤めるが、 病気のためマラレーの実家に戻る。回復後にパリに上京して音楽の道に進むことを決心。1901年にスコラ・カントルムに入学してバンサン・ダンディとシャルル・ボルドに指示。やがてデオ・ダド・セブラックやイサーク・アル・ベニス、アルベル・ルーセルと進行を結んだ。1907年にピアノとバイオリンのための四楽章の組曲、三楽にてを作曲。 国民音楽協会において上演された。その他の注目すべき作品として、声楽と弦楽四重奏のための感傷的な対話や、管弦楽のための秋の牧歌、公共詩、遠方の姫君へ、管弦楽伴奏歌曲、春にと連作歌曲集、第一が挙げられる。1910年から1913年にかけて、自作の台本による、オックオペラ、農場を作曲。 この3幕の最初の歌劇は1925年にウージェル賞を獲得し10万フランを授与された。しかしながらオペラコミック座の理事たちの反応は出版社の審査員ほど熱狂的でなく反元の圧力で1929年4月3日に初演を迎えたものの二度と再演されなかった。二作目のベルサンジェトリクスはリオン市長 エチエンヌ・クレマンテルとエルベルビックとの合作の台本に触発された4幕の歌劇でユリウス・カイサールによるガリア討伐を扱っている。1933年6月22日に初演されたが劇場向きでないとして非難された。1925年に数人のオーベルニュ出身の若者たちと文化団体ラブレオ・パリで旗揚げし、 郷里の民謡や継承地を広めようと努めた。カントル部自身は、農民の歌というものは、形式の点ではともかくとしても、情緒や表現においては、最も純粋な芸術の水準にまで、しばしば到達していると信じていた。ルエルグや、リムーザン、ケルシーの民謡に基づく、オート・オーベルニュの歌や、地元の宗教的な民謡による、オーベルニュの宗教家、フィリウスルベスクの詩による、 ガリア人の参加を作曲し、ケルト銀融詩人大学の創設にも関与した。1941年には、ナチスがフランスに進駐すると、ビシー政権に参加し、君主制を唱える、機関誌、アクションフランセーズに寄稿している。いくつかのラジオ局に参加して、テノール歌手クリスチャン・セルバと共に、民謡番組、フランスの歌を手掛けた。この放送は、 地方の大衆音楽を普及するのに理想の媒体となった。作曲家としての活躍の傍らで音楽学者としても活動し、伝統的なフランス民謡を財布してティリエ社やユージェル社から出版した。1949年にはオンシバンサン・ダンディの1950年には友人デオダド・セブラックの表伝を執筆している。カントルーブは 最も評価の高い代表作のオーベルニュの歌を完成させるのに30年以上を費やした。思い入れの詰まったこの歌曲集はオーベルニュの風景をオーケストラのきらびやかな音色に映し出し、フランス民謡のひなびた旋律を知らしめるのに一役買っている。ありがとうございます。